4年前、あの暑い夏の夜、ディファから出航した小さな箱舟がついに東京ドームにやってきた。ノア史上初のドーム大会、そのマットに最初に向かうのはこの人、エーゲン・ハルカ。はい、桃田リゾートのシングルマッチに挑みます。花道を駆け抜けていくエーゲン・ハルカ、鮮やかな T シャツ、そして頭にはノアとジータスのダブルネームの手拭い。さあ、営業部長としてもレスラーとしても万感の思いでありましょう。エーゲンがリングに上がる。東京ドームにアーチを描く史上最強のスパー打線、夢のスタンドインなるか、エーゲン・ハルカ。この東京ドームがある場所は江戸時代、水戸光圀を輩出した水戸徳川家の屋敷があったところ、天下の副将軍ゆかりの地にノアの副社長桃田光雄登場。花道を進む桃田光雄、力道山を源流とする日本のプロレス界、桃田はそしてノアはその流れを受け継ぎ保守本流を行っています。お父さん、日本のプロレスは、そしてノアはここまで大きくなりました。桃田、永遠、その対戦成績は63戦して桃田の37勝25敗1引き分け、特に今年は11勝3敗と圧倒しています。日本で初めてトペを担当したのもこの桃田。東京ドームでヘッドスライディング、今宵桃田が宙を舞う。旗揚げ4年の腕試し、プロレスリングのは初めての東京ドーム大会、ディパーチャー2004。三沢光晴はその記念すべき第一試合をこの2人に託しました。永遠のライバル対決、桃田光雄対エーゲン・ハルカ、伝統の一戦、東京ドームで間もなくです。歴史の音を聞きました。旗揚げから4年、ノア史上初の東京ドーム、ディパーチャー2004、桃田対エーゲンによりまして再び箱舟が出航しました。ベテラン同士の2人、こちら桃田光雄、昭和23年生まれの55歳、生まれた年に流行していた歌は東京ブギウギであります。同い年には井上陽水さん、そして巨人軍の堀内監督がいます。一方こちらエーゲン・ハルカ、昭和21年生まれの58歳、生まれた年の流行歌はリンゴの歌であります。同い年には吉田拓郎さん、田淵幸一さんがいます。日本の歴史を作ってきたこのプロレス界の両雄、桃田そしてエーゲン、この初の東京ドーム大会で白星を挙げるのはどちらか。過去の対戦成績では桃田に分があります。東京ドームのマウンド上に作られましたこのリング。さあヘッド、さあ桃田が転落だ。さあ早くもドルメーター開始して3分22秒でこのドーム大会湧いてきた。桃田が飛ぶか、ここは間を取りました。ものすごい歓声が第一試合から沸き起こっています。こちらは桃田、そしてリングの中にはエーゲンであります。待ち受けるエーゲン、デビュー38年目。さあその時が来たか。エプロンサイドのコブ、いった、なんと鉄柵を変えましてアリーナ S 席3万円、3万円払って唾をかけられました。しかしファンは嬉しそうだ。さあそして逆サイド一塁側、日本で初めてトペを担当した桃田が行くか。一旦減速します。今放送席前を桃田がリングの周りを回っていくところ、さあ今のリプレイです。さあ東京ドームにアーチを描いた、見事な飛距離十分、広告の看板に当たればビッグボード賞として100万円。なんとそんなことを言ってる間に放送席の目の前、危ないぞ危ないぞ、今度はライト方面か、くるっと向いたら危ないが、くるっと向きそうだ、向いた、盤石の体勢、報道陣が危ない、報道陣が狙われない、あっフェンド第2球は、あパチカメさん大丈夫か、何社か今被害者が出た模様です。2、3社は直撃したでしょうか。さらに3発目、これは桃田の顔面を捉えた。世の中で一番受けたくない技の一つであります。さあ張りまして、腕を取った、足を取っていくエーゲン。エーゲンはデビュー38年目、デビュー戦は1966年対木村正夫戦でありました。さあ東京ドームの地
中心で行くぞと叫んだエーデン・ハルカ。さあ行くか、インディアン・レスロックの体勢で、盤石の体勢、これだけのファンが見ている。さあ燃えないわけにはいかない、いったー、桃田の足を殺しに来ました。しかしこらえる、桃田はこらえています。デビュー38年目のエーゲン、デビュー34年目の桃田。桃田のデビューの年はあの大阪万博の年でありました。日本の戦後の高度経済成長を支えてきた2人が第1試合から激闘を繰り広げています。ここは一旦ブレイクするか、ロープブレイク、サードロープを先ほど捉えていました。砂漠レフリーはマイティーの上です。過去63戦して桃田の37勝、永遠25勝、1引き分け。さあリングの中心でがっちりと二本差し、足を捉えました。さあ行くか、回してくれるのか。おいレフリー止めろ。東京ドームのファンは、そして全国のプロレスファンが見ている前で上がりました。永遠にやるジャイアントスイング、なんと温かいファンの皆さんでしょう。今東京ドームが一つになりました。大合唱、プロレスファンであることを非常に誇りに思いたい。さあ2桁になるか、頑張っています。日本のお父さん世代頑張っている。まだ行く、いつもより多めに回しております。桃田エーゲン伝統の一戦。さあ三半規管をやられたのはダウンしている桃田よりもエーゲンだ。その両雄の激闘にこの東京ドームのファンから大きな拍手が送られました。さあ経験上ここからです、ここからどちらが流れをつかむか。先ほどはつば攻撃で沸きました。そして今ハーハーという声が聞こえたでしょうか。一気に畳みかけるか、エーゲン5分経過いたしました。ノア史上初の東京ドーム大会、ヘッドを当てる。さあ倒れ込んだ。さあ今度は三塁側、桃田は飛んだことがある。日本にトペを持ち込んだのは桃田だ。さあそれを受けてエーゲンが飛ぶのか。いつもより険しい表情、エーゲンが飛ぶのか。大エーゲンコールが送られました。さあ行くか、距離を詰めるか、助走を取るか。桃田が巧みにかわしました。今鉄柱のあたりに巧みに位置を変えまして、永遠の攻撃を塞いでいます。頭のあたりを気にしながら桃田が回っています。ニュートラルコーナーサイド、リングの中に身を立ち、永遠はるか。さあエプロンサイド、セカンドロープをまたいで、おあっと、なんという音でありましょうか。桃田ダウン、桃田ダウンであります。一気にたどりかける。さあヘッドバットから何を持ってくるか。ロープに飛ばして返していく桃田、やった回転蛇固め、潜在地空のチャンス。さあ攻守が目まぐるしく入れ替わる、ネックブリカ逆さを抑え込み、鮮やか、桃田返した。永遠の逆さを抑え込み、パワーボムか、ファイルドライバーか、ダイヤモンドヘッドか。さあ抱えた、ファイルドライバー、脳天が食い込んだ。桃田動けない、それを見た、うん、その時がやってきたのか。さあ桃田動けないとこを見た。エーゲン、しかしやめれドライバーであります。この野郎と、さあここから反撃か、バックを捉えた。さあ伝家の宝刀、バックドロップで仕留めるか。チョップを張ってバックドロップ、そしてカバー、ツーカウント、よく返しています。第1試合を三沢はこの桃田エーゲン2人に託しました。第1試合からノア史上初の東京ドーム、ブレントスターだ。 DDT 鮮やかな切り返し、一つ一つの攻防にこの東京ドームのファンが早くも沸点に達しようとしています。連敗を止めるか、エーゲン丸め込んだ、一瞬の隙、丸め込んだ、返した。今押さえているのはエーゲン、一進一退、見事なプロレス。さあバックドロップ、ジャーマンだ、
それを切ってバックを取り返した。ロープの反動、さあどうだ、抑えているのは桃田だ、がっちり入った。ディパーチャー2004第1試合、見事なプロレスを見せました桃田光雄、永遠はるか。ノア史上初、東京ドーム大会初めて流れたこの勝負の勝利のテーマは桃田のテーマでありました。戦い終わって桃田38勝25敗1引き分け。しかし桃田光雄、永遠はるか、永遠のライバル対決。今ノーサイドしっかりとがっちりと握手しました。8分03秒、東京ドーム大会初めて進出した。さあこれが最後の技であります。リプレイでご覧いただいております。鮮やかに丸め込んでがっちりと抑え込んでいきました桃田、永遠。この2人の戦いは天から線へ。桃田と永遠、この戦いはまだまだ続きます。